コメント欄で建築のリクエストをいただくことってすごく多いんですね。中には動画内でリクエストには答えないよと言ってるにもかかわらずその動画にいくつもリクエストコメントがつくこともあります。そんなコメント欄の君らに言いたい。自分で作れるようになれば全てが解決すると。でも作れないと思った人たちに言いたい。この動画を最後まで見ろと。ということで、今回は再現建築をする方法を実際に仙台トラストタワーを再現しながら全て完全に解説していきます。コメントをたくさんいただけるのは嬉しいですが、全てのリクエストに答えるのは現実的ではないし、そもそも僕は僕が作りたいものを優先的に作るので、皆さんが作りたいものは皆さんが自分で作れるようになってください。というかこの動画見ればめちゃくちゃ簡単に作れるようになります。今回は僕が普段建築してる様子もそのために使ってるものも全て完全にお見せするので、この動画の通りに作れば現実にある建物は本当に全て作れるようになります。本当に全部完全に解説してるため僕と全く同じように建築できるようになる代わりに少し複雑なところもあるかもしれませんが、その代わりこの動画の内容さえ踏まえておけば一気に高クオリティな再現建築を楽に量産できるようになります。わからない箇所があればこの動画にコメントいただけるとさらに詳しくなるべくわかりやすく返答すると思うので、ぜひリクエスト以外のコメントをたくさん書いてください。それでは作っていきます。みなとみらい不動産、ここから作りながら解説していくんですが、その前にトロボさんの方が先に再現建築について解説してくださってるので、そちらも合わせてご覧ください。この動画の制作時点では再編集して投稿されるようなので、概要欄からトロボさんのチャンネルに飛びチャンネル登録と通知音を忘れずにお願いします。他にも松本再現などをされておりめちゃくちゃクオリティが高いので建築の参考にするにもおすすめのチャンネルです。それでは作り方の説明をしていきます。まず前提として、今回は僕が普段再現建築するときにしてることを全て解説するんです。ですが、普通に建築する分には必要ないであろうことも完全に解説しています。なので全てこの動画の通りにするのではなく、自分に必要な部分だけ取り入れて作るということをお勧めします。もちろん全く同じように作ってもいいですよ。まずは Google Earth というアプリをダウンロードし、ここで作りたい建物を検索します。するとこのように建物が出てきます。ここで表示を開き、グリッド線という機能をオンにします。このグリッド線という機能を使えば方角や建物の角度、さらには建物の位置関係までをも完全に再現することが可能となります。逆にこれらを気にしない方にはあまり必要ない機能です。ここからマイクラの作業、このグリッド線となるものをマイクラ上でも作ります。グリッド線が交差している場所に目印をつけておくとわかりやすいですね。そしてこのグリッド線と建物が交差している場所を探し、グリッド線をそこまで伸ばします。これには Google Earth の測定機能を使い、目印の位置からグリッド線の長さを測ります。グリッド線が31メートルだったとするとマイクラでも31ブロックグリッド線を伸ばします。そしてこのグリッド線からこの建物の線の部分を測定機能で同じように測り、測った数と同じだけマイクラでもブロックを置きます。そしてこの最初の線から建物の他の線も測り、同じように線を作っていきます。こんな感じになりました。でも Google Earth を見るとわかる通り、この建物はグリッド線に対して斜めですよね。ということはマイクラでも斜め建築になっているはずです。そこで使うのがワールドエディットのコピー、ローテート、ペーストコマンド。斜め建築についてもワールドエディットについても過去の動画で解説してるので、そちらも合わせてご覧ください。ここまで作った範囲を選択し、グリッド線と建物の交差ポイントに立ち建物をコピー、そして Google Earth でグリッド線と建物の線が交差する場所の角度を測ります。僕はスマホに直に分度器を当てて測ってます。力技ですね。そして測った角度から回転させるべき角度を割り出して、その分ローテートします。ワールドエディットでは時計回りにローテートするので、それを考慮して角度を計算してください。この場合だとここが25度だったので 360-25 でローテート335になります。そして作ったものを一旦消してペースト。あとは若干グダグダになってると思うので、それを綺麗に修正すれば斜めになります。見比べて確認してみるといい感じになってることがわかると思います。ちなみに同じようにグリッド線を活用して都市全体を作っていくとこんな感じになります。これはフジテレビ本社ビルから見た東京港区をイメージしたレンダリング画像で、これの実写版がこちらです。見比べると大まかな建物の位置関係はほぼズレがないことがお分かりいただけると思います。グリッド線一つ活用するだけでここまで精度の高い都市再現が可能になります。ここから実際の建物の画像などを参考に素材選びをし、1階分の外装を作ります。素材選びはめちゃくちゃ重要なので、想定の80倍は慎重に選びましょう。明確な正解とかはないので、自分が最適解だと思った素材、作り方、表現方法で作っていけば大正解です。それから1階分の高さの調べ方なんですが、めちゃくちゃ簡単に言うと建物の高さ割る階数で求められます。どちらもすぐに調べられるので調べて計算しましょう。縮尺が1分の1なら大抵の建物は3から5あたりに収まってるはずです。 Google Earth で標高を確認すればもっと正確に作ることはできるんですけどね。必要に応じて Google で風呂
ロアマップを調べ部屋割りなどをします。内装が必要な場合、ここである程度作っておくことをお勧めします。天井を作り、ここまで作ったものを建物の階数分コピーします。この建物の場合大きく分けて上層階部分と低層階部分の2つに分けられるのでとりあえず低層階部分をコピーするんですが、ここを何階分コピーすればいいかわからない場合は力技で階数を数えるか、Google Earth の標高を測る機能を使いこの部分の高さ引く地面の標高で求めたこの部分の高さ割る1階分の高さで何階分コピーすればいいか割り出せます。この建物の場合29階分なのでその分コピーします。コピーのやり方についてはこちらの再生リストからどうぞ。そしてこの時点で個人的に気に食わないポイントがいくつかあったので作り直して再度コピーします。主に白すぎるという点ですね。ここで納得いくまでやり直さないと絶対納得いく建築にはなりません。もう一度コピー。少しずつできてきましたね。ちょっと疲れたと思うのでここで CM です。この動画をご覧の方限定、なんとチャンネル登録者全員にベンツ1台プレゼント。受け取り方法は簡単。この動画終了時点でチャンネル登録済みになっていれば OK。 ワンクリックで確実にベンツがもらえる大チャンス。みんなもチャンネル登録してベンツもらおう。みなとみらい不動産。それでは続きです。と言ってもすべき説明はもう大体したので、ここからは同じように上層階も作り、コピーします。必要に応じてここで気に食わない点があれば何度でも修正を重ねます。ここが一番大事な部分で、この時点である程度納得できるクオリティである必要があります。この後細かい装飾などをしますが、そんな小手先のテクニックなんぞではほぼひっくり返せません。ハンバーグは焼き忘れたから生だけど代わりにひじきあるよって言われて納得できますかって話です。この建物本体がハンバーグ、しっかり火を通しましょう。最後に Google Earth を参考に屋上や低層階、細かい装飾がある場合はそれらもまとめて作ります。細かい装飾などは塀などのブロック以外のブロックもうまく活用して創意工夫するといい感じになることが多いです。また屋上装飾に関してはこちらの動画で詳しく解説してるので、もし屋上で行き詰まったらこちらも合わせてご覧ください。これで再現建築が作れます。建物によってはこれだけでは作れない場合もあると思うんですが、そういう時こそ創意工夫で乗り切りましょう。Google Earth を使って作った建築はクオリティも高くなりますが、正直自分で考え工夫しながら作る建築が一番楽しいです。何でも人に頼るのはやめてまずは自分でやってみましょう。その過程でわからないことがあったりうまくいかなかった時はコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイバイ。